よいしょ。はい、財務数の中柳田、本日臨時会見開催いたします。本日は冒頭で知事から発表事項がございます。それでは尾長知事、よろしくお願いいたします。はい、記者会見、ご案内いたしましたところ、ご出席をいただきましてありがとうございます。本日は浦崎副知事の退任と新たな副知事の選任について私の方からご報告をさせていただきます。私が県知事に就任して以来、そばで支えていただいた浦崎副知事が3月末をもって退任することになりました。2月定例会の一般質問終了後、一度2人で今後の県政運営について意見交換をしようということとなり、後日意見交換を行ったところ、私が就任以来3年が経過をし、知事の考え方が職員に浸透したことや知事を支える人材も育ってきたことについて2人の意見が一致したところであります。私は就任以来、部局長以下多くの職員に支えられ、重要な政策を進めていくことができました。その中でジャハナ知事公室長は基地問題にしっかり対応し、過去には企画部長として21世紀ビジョン基本計画の策定に関わるなど、県の政策全般に精通をし実務を取り仕切った経験があり、職員を代表する者として浦崎副知事の後任にふさわしい人材であるとの結論に至りました。浦崎副知事には約30年にわたり議員を務められ、その政治家としての豊富な経験を生かし、年齢的にも体力的にも厳しい中、私の精神的支柱として県政を支えていただき大変感謝をしております。ジャハナ知事公室長には長い行政経験を生かし、今後私の政策を推し進める上で副知事として十二分に力を発揮してくれるものと期待をいたしております。4月以降は新しい体制のもと、引き続き県政の発展に全力で取り組んでまいりたいと考えております。私の報告は以上であります。よろしくお願いいたします。それでは質疑に入りたいと申します。県内幹事社からどうぞ。県内幹事社、沖縄テレビの沖縄と申します。よろしくお願いします。先ほどもですね、浦崎副知事と一般質問終了後に2人で意見交換をしてという話があったんですが、小田氏の任期が10ヶ月というこのタイミングで、さらにですね、上げた口でもそうだったんですが、知事が知事に就任する前からずっとそのクラブを共にしてきた浦崎副知事が、退任して知事のもとを離れるということについてどのようにお考えでしょうか。はい、タイミングというような意味からすると、ある意味で年度をまたぐというですね、ことの節目がございます。それから先ほど申し上げた中でも、今までの県政、大変、浦崎副知事がですね、保守の側に政治家として身を置きながら捕獲を乗り越えて小長県政をやっていくということについて、県民に対しても職員に対してもですね、身をもって、それを知らしめてきたといいますか、体現をしてきたというようなことと含めてですね、この年度またぐ中で、年齢的なこと、体力的なことですね、ことも含めてですね、2人で話をしましたら、全く意見が一緒でありましたので、この時期にですね、それを断行した方がより、この3年間を振り返っても、あるいはこれからの残された任期をですね、やる場合でもいいタイミングではなかったかなというふうに思っております。県外幹事社共同通信の場所と申します。出口問題に関してお聞きしたいんですけども、これまで富川知事から
担当として携わったところですが、山田さんは地理公式と地問題に全面に従いであると思いますが、今後の地問題に関する関してどちらの地位が担当されるのか、またその地問題で区間で山田さんに対する部分について誰が伺いたいと思いますか。はい、まあ、富川副知事もですね、ある意味では経済が専門で、まあ、副知事になられてから基地担当もやられてですね、ご承知の通りの大変な素晴らしい、お仕事をしていただいております。まあ、一方ジャーナ高市長も、知事高市長になる前までは企画あるいは21世紀ビジョンの策定というですね、ある意味で県政のすべてにわたってですね、これも素晴らしい仕事を残したと思っております。特に後半の基地問題も皆さん方も本会議等での答弁等を通じましてもですね、大変、まあ、ある意味で小長県政の考え方をしっかり踏まえてやっておられたというようなことを含めたら、大変三役もですね、その意味でですね、厚みが増してきたかなと。まあ、いろいろ県政には方向性というのがたくさんありますけれども、今おっしゃるような基地と経済という意味ではですね、どなたが担当してもやっていけるぐらい、この両副知事はですね、力があるということであります。それで、まあ、富川副知事にも今日の午前中に新しい副知事の件についてはお話ししましたので、いわゆる職の分担ですね、これはこれから議会を通過してですね、そういったような中で、考えていきましょうねと、まあ、その間には私と少し意見交換をしましょうねというような話はしておりますけれども、担当という意味ではこれからであります。他に質問ございましたらどうぞ。ご指名お願いいたします。 NHK さん。 NHK の滝川です。確認なんですけど、浦崎副知事がお辞めになりたい理由というのは年齢体力的なことが大きいんです。お辞めになりたいということというよりは一般質問終了後、私も、これからの県政運営含めですね、いろいろご相談をしたいという話をして、まあ、3月6日に、校舎の方でですね、午後1時間近くですね話をしました。これまでを振り返りながら今後のこともということでやりましたら、冒頭申し上げたように、まず職員が大変私どもの考え方とですねしっかりと支えて前向きに頑張っておられること、それからやはり浦崎副知事としては3年間での小長県政の意義みたいなものを十二分に体現できたのではないかということと、やっぱり年齢的なもの、体力的なものは私から見ていてもですね、大変三役というのは肉体的にも精神的にも厳しい仕事でありますので、まあ、そういう意味からすると、まあ、ある意味で、達成感といいますか、そういったようなこと等がですね、あったのではないかというふうに思いますし、私からするともう十二分に、お世話になって支えられてですね、ここまで小長県政が来たという意味ではもう感謝の気持ちでいっぱいでありますので、まあ、そういったところが、2人で、しっかりと確認できたということだと思ってます。その場でお二人で後任はジャーナさんがいいということもお二人で相談されてくれたことなんですか。いわゆる2、3の話ございましたけれども、やはり浦崎副知事からもですね、ジャーナさんは知事高市長としてしっかり頑張ったねというような話はされておりました。ただそこでそうしましょうという話まで、降臨というようなことまでですね話はしておりません。はい、ございますでしょうか。はい、沖縄大使さん。先生、沖縄大使さん、基地問題に関して言えば、まあ、そのジャーナさんがこの2年間その知事権限だとかです、ね、裁判に関してもかなり詳しくやってこられたということで、その基地問題に関して言えば、今回の移動というのは、まあ、知事にとっては強化したという、その辺野古新基地建設阻止に向けてその強化した人事だという、まあ、評価という意味では富川副知事もね、本当に、米軍のところに行ったり、あるいは呼び出したり、そしてその時の一つ一つの
お話は私と打ち合わせしてやったわけじゃありませんから、臨機応変にその場その場でですね、自分の言葉で話をしたという意味では大変な貢献をしていただいた。まあ、ジャガナ高市長の場合には、まあ、まさしく基地の担当として、理論面からですね、いろんな個別の例えば沖縄浜産業はどうするんだとか、どういうんだというようなこういう ABCDEFG の個別のものも熟知をする中でのものがございました。ですからその意味ではこれからのお二人との意見交換になりますけれども、ある意味で両副知事がそれに大変詳しいということはですね、私からすると心強いことでありますので、その辺のところはお二人の意見を聞きながらやっていきたいというふうに思っています。名護市長選挙の結果を受けて、まあ、この辺で4月になって何か新しい方向を打開しようというような意図、意味も込められています。でそういうのも全くありません。私も政治はもう34年になりますから、政治の出来事というものについては大変、淡々とですね、しっかりと確実にやっていく必要があるというふうに思ってますので、その意味では年度をまたいてですね、それぞれの今説明をさせていただきましたけれども、この人事の方がこれからもですね、しっかりと確実に県政を担って、そして県民のためにもいい形でやっていけるんじゃないかというその判断であります。ありがとうございますでしょうか。時事通信さん。時事通信の皆さんと申します。2点お伺いしたいことがありました。1点目は確認なんですけれども、その浦崎さんとお話をされている中で、浦崎さんの方から、辞意は示されたか、そういう理解でよろしいのでしょうか。今1点ですね。じゃあ、はい。本当にね、2人は34年ご一緒してますからね、日常的にも厳しい時にも、それから割合いいことがあった場合にもですね、意見交換というのはもうフリーで自由にやれるような状況です。ですからある意味では今の県政の状況、さあこれからという時にですね、冒頭に申し上げました、職員は育ったよねと、そして、自分も小長県政に参加をして、ある意味で政治の集大成をやったということは大変ありがたかったと。私からすると、僕でも大変なんだから、私は7つ上ですからね、大変きつかったでしょうねなどというような話を普通にしている間にですね、その意味から言うと、これからはこれだけ職員頑張ってきたんだから、自分の後継者にはもしやるんだったら職員だねと。で私も、これから以降のものは一日一日大変、大切なのは一日一日になるはずだから、そういうことであればそうしましょうかというような、後先のですねあまりないような、私が言うとどっちが先だったというような雰囲気がというのがあるかもしれませんけれども、意見交換という意味では全く一緒で、じゃあそうしましょうねとこういうことだったと思っています。続いて、先ほど浦崎さんの、話をご紹介する中で、保守の丸みを置きながら、やってきたというお話がありました。知事は語学を乗り越えてということで知事になられた中で、安倍田さんに続いて浦崎さんという、保守の人間が、今回県庁から離れるということになります。知事としては語学を乗り越えてというのはこれからも続けていかれるのか、もしくは、場合によっては、これでより革新色が強まるんじゃないかというふうな見方も強まって出てくるかと思うんですけれども、そういう方についてはどのようにお考えでしょうか。捕獲を乗り越えてというですね、一番当初のものは、選挙中もそうでありますし、当選して以降も私たちの大きな目標で、特に浦崎副知事とはそういうことに関しては選挙に出るか出ないかというですね、そういったような時も大変な意見交換をさせていただいて、それで捕獲を乗り越える以外に、この沖縄のアイデンティティあるいはまた主張、そういったものはできないよねとこういうような話も十二分にしてやってまいりました。で、それで当選をしましてやってきたわけですが、その意味では当初はやはりこれはどの県政でもそうだと思います、あるいはまた国政でもそうだと思いますが、考え方の違う内閣ができた場合にはですね、それ相応の期間もですね、要すると思いますね、方向性を定めるのに。やはりその意味では両副知事ともですね、浦崎さんもそうですが、両副知事とも、その意味での体現という意味ではですね、
大変多くの職員と意見交換をする中で、これが出来上がってきたというふうに思っています。ですからその意味では県の職員そのものがですね、私からすると、ある意味でもともと職員は捕獲という意味では意識がなかったと思います。やはり県政が変われば県政が変わったなりのということだと思いますが、いろいろ議論をしている中では職員もそういった捕獲を乗り越えるという意味ではですね、議論として修練できるような意見交換ができるようになりましたから、その意味ではお二人の副知事がですね、果たした役割というのは大きかったんじゃないかなというふうに思います。朝日新聞さん。朝日新聞です。県岡街知事にしたいのですが、今回のですね、ジャハナさんを副知事に選ぶにあたって何人か候補者がいる中からジャハナさんを選ばれたのかというのが一点と、今回紫さんは政治家だったわけですけれども、今回は県庁プロパー職員からの起用になりました。今回政治家からですね、副知事を起用するのではなくてプロパーの職員から起用するというその判断をした理由も合わせてほしいです。副知事候補という意味からしたら、当初から数名はおりますし、それから節目節目でもいろいろ話をするときに、この方も県政を支えてくれるという意味ではいい、素晴らしいかもしれないなというのは時々頭に浮かぶ方がおられました。みんな通り過ぎていきましたけれども、ですからジャハナ候補市長も、ある意味で、職員の中では大変私は企画部長の時にですね、那覇市長をしている時にジャーナさんが統括官をしている時にいろんな意見交換を21世紀ビジョンも含めてやってきましたから、その分野のこと、それからこちらに来まして、知事候補市長で、今日まで支えてもらったことと考えますと、やはり今の県政に、この課せられた、この基地の問題、それから経済振興、それからもう一つは生活充実ということで子どもの貧困とか医療の問題とかたくさんありますけれども、総合的な意味ではジャーナ候補市長の方がですね、三役という意味ではよろしかろうというようなものは持っておりましたけれども、いつもその時でもそれとは関係なく私との交流の中で通り過ぎていくといいますか、一旦立ち止まって話をしたりする方には素晴らしい方々もおられたという意味ではですね、ただ一直線というわけじゃないんですけれども、やはりジャーナさんの方がですねより素晴らしかったというふうに思っています。よろしいでしょうか。立憲新興さん。立憲新興の島国です。よろしくお願いします。今回その先ほど質問と少し被るんですけど、ジャハナさんを県庁職員出身者として初めて副知事に登用されるかと思うんですけども、県の職員出身のことによってその小野川県政の運営の仕方ということも個人的な要素でなくて県政の運営の仕方として何か新しい展開を考えられていらっしゃるのかということが一点と、いうそのジャハナ市長はもともと中山県政でも主要部長をされてきたと思うんですが、この間その中山県政で主要部長を務められてきたジャハナさんの基地問題を担当してもらって、で副知事に登用という流れの中で今回打診したときにどのようなやり取りがジャハナ市長の方からあったのかを教えていただければと思います。はい、新しい展開でいうと政治はいつも新しい展開なので、私が知事選に立候補する場合でも、長い保守の政治活動をした中で、決断をしてまいりました。それから捕獲を乗り越えてという新しい県政を作り上げる場合でも、ちょうど私が、知事になりましたら3名の主要な部長さんが辞められました。もうお名前申し上げませんけれども、主要な3名が辞められて、最初のスタートからですね、国に行っては官邸があってくれませんしね、県政にあたってはお辞めになったというようなこととを踏まえた中でのスタートであったわけです。そのスタートの中でもすぐ国における集中協議とか、あるいはまた
埋め立ての取り消しとか、そういったですね難しい課題をですね職員は本当にねある意味で戸惑いもありながら、全力を挙げて、頑張っていただいたというふうに思っております。ですから、このそういう中で、全県政のことともう踏まえて新しい県政はやはり 県民の民意でもって当選をしてきているわけですから、職員は私はどの県政の立場であってもですね、しっかりとそれを支えていくものを持ち合わせていると思っておりますから、私がこういう立場でやってそしてこういうふうにいきたいということをですね全力を支えてくれたのはほとんどの職員がそうだったというふうに思います。でその中で、ジャハナさんが全ての分野にわたってですね、一番理解が早かったといいますか、それを身をもって体現をしたというようなことを含めて、どの職員もそうなんで、副知事にしたというと恐ろしく飛び抜けたというような話で聞かれるかもしれませんが、トップであることは間違いありませんけれども全職員がですね、それを支えていただいたという意味からするとこの3年間の意義というのは大変大きかったなというふうに思っています。田原さんからなんかどのような言葉が発信されたというかっていうのは、やっぱり一瞬はためらっておりましたけれども、理解しましたとこういうことでありました。沖縄タイムスのジャハナさんに、この副知事を伝えたのは今日ということでしょうか。浦崎副知事がお辞めになるという翌日ですね、直接伝えて、それからあとは議会の流れとかこれ私詳しくありませんのでいつそういったような総務企画委員会あるいはまた本会議場でもですね人事案件の採択なんていうんですか同意というかそういったことと日時を総務部長を呼んでですね指示をしたのが一昨日であります。ジャハナさんに伝えられたのは具体的に何日か、だから7日で正確にはですね、ただいろんな、いきさつの中では少し、話をしたことありますけれども直接副知事というような話をしたことありません。ですから直接話したのは7日。あと1回先ほどから出てたんですけどそのジャハナさんは、企画もやって、全般的に基地も企画も見れる意味では一番適任だったという趣旨のことでしたんですけど、ただここの2年間ですねジャハナさん知事公室長基地問題に携わってきました。ここで、たくさんその候補の方がいる中でジャハナさんを知事が選んだというのはやはり小野県政として基地問題というのをこれからその、県政の際、重要な課題として基地問題を強化するという意味合いで、いえそういうことではございません。で私がこういう立場でありますのでそれの総合的な理解というものが大変重要だということが、一番でありますけれども、基地問題という意味ではある意味富川副知事もですね大変な努力をしもともと経済振興アジア経済のダイナミックをですね取り入れようという書物も書いてるぐらいですから今の観光物流情報通信これは富川副知事がよく経済界とも意見交換しながらやっておられます。そして私は先ほど申し上げましたように経済と基地とそれから子どもの貧困や待機児童などをはじめとする生活充実でその意味からするとですね、この両副知事がそれぞれ基地と経済振興に精通をしているというのは大変厚みがありますし、また私自身は当然、その3つの分野全力を挙げて頑張っていきますけれども子どもの貧困問題等もですね、今担当の部局が一生懸命やっておりますのでその意味では私から言うとバランスの取れた人事というふうに思っております。経理さん、雪谷さんです。今その両分野に両副知事が精通していることになって厚みがあるというふうにおっしゃいましたけれども、この基地問題の担当、どちらに、任せたいかというのは知事は今内心ではお考えとしては一応あるのかないのかというのは、やはりこれは
それぞれ、精通している方お二人、ね、で富川区知事にも今日の午前中にしか伝えてありませんので、その意味から言うとやはりお二人と意見を交換しながらですね、これから役割分担をですね、決めていきたいなというふうに思っています。もう一問だけ、立憲放送さん、すいません、2点確認、立憲放送の岩葉です。一般質問終了後に意見交換をしようという話になったということでしたが、それは知事の方からもそのようにされた。そうですね、それはまあ普通はよっぽどでないと副知事から来ませんので、私の方から、しかしそれも意見交換ということで、そのタイトな日程があるものですから、いつになるかわからんような意味でのですね、ことがあったんで、まあ、うるさき副知事からもですね、あ、それはいいことですねということで、じゃあ日時は後ほどというのが終了後の話です。それが6日になったということですね。この意見交換の中でですね、浦崎副知事の方からこう具体的に、例えば体力的に少し厳しいですとか、そういった引退を示唆するような発言というのはあったんでしょうか。いや、まあこの3年よ、やはり本当に大変な仕事なんですよ、副知事はですね、それで、まあ、体力は大丈夫ですかという話をしますと、また浦崎さんも、ワンネワンうちなぐちで言いましょうね、ワンネの話が、お前大丈夫かと、少し痩せてるという話があるかというような話も僕らはやるような中でのことですので、だからそういったことをね、誰からどうのこうのということではない、もう意見交換です。ありがとうございました。それで本日の会見を終わります。ありがとうございました。はい、どうもよろしくお願いいたします。